たまには使うか。じゃあちょっと今回ね、久々にこちら弁慶の方ですね、ちょっと使って、ステージの方で遊んでいこうかなと思います。どうも、ラルございます。じゃあ早速遊んでいきましょう。でとりあえずですね、挑戦していくステージに関してはもう決めてあるんですよね。はい、こちらでございます。続8月教習でございます。もうこのステージもね、残り16時間と25分で終わってしまいますので、とりあえず片付けていきましょう。これどこまで行ったんだっけこれ。あー19か、なるほど。じゃあ次で終わりでございますね。よし。でそう、これね、出撃条件でステージに出せる最大キャラ数が10体ということで、なかなか渋いんだよね。まあ多分弁慶ね、活躍してくれるんじゃないのかなと思うんで、じゃあちょっと今から編成組んでいきましょう。はい、ということで完成でございます。ちょっとこんな感じでやってみましょうか。ちょっとね、あのエドモンド本田も久々に使いたくなったんで、ちょっと編成に入れましたけども、まあとりあえずちょっとこれでやってみましょう。はい、ということで、じゃあまずは19。さあということで早速やっていきましょう。まあまずはね、レベル19の方でウォーミングアップということで、なるほど。序盤からそっかガブが来て、でとりあえずそうだね、まあエイリアもちょろちょろいるんで、とりあえず漂流の方突っ込みましたけれども、まあ10体だからね、出撃制限なかなか厳しいよなこれ。いやでも久々だな弁慶使うの。いやいいね、めちゃくちゃかっこいいや。いやもう伝説もさ、ガンガン使いたいのにさ、全然当たらないからね、このアカウントに関してはね、本当になんか呪われてるよマジで。はい、ということでボス戦でございます。じゃあどうしようかな。とりあえず取り巻きがちょっと邪魔。よし、ここでとりあえず動き止めて、さあホンダの頭突き、よし、オッケー。吹っ飛ばしたね。そっか、吹っ飛ばしなのかこいつの能力。あ、一旦強えな。いいね、この編成めちゃくちゃいいな。はい、ということで、謎すぎだよね、これ。とんでもない編成だよな、これ。ということで、はい、ということで、じゃあ次ですね、次、本番でございます。あ、悪魔たたびの種。これでかいですね。マックス。さあ、ということで、これでラストでございます。まあ、でもなんかいけそうだね。弁慶が強すぎる。まあ、あと、本田さんも強いね。意外と、吹っ飛ばしがなかなかやってくれるわ。まあ、立ち回りはもう変わらないかな、とりあえず。で、とりあえず6000溜まったらまた弁慶出して、で、とりあえずまたね、後半に、本田さんの方を出してっていう感じかな。今何体出してんだろう、これ。よう分からんけれども。まあ、もう適当だね。はい。あ、でもやっぱちょっと強いね。サイバー X が、ちょっと強くなった。今何体だ、これ。もう1体出せるよね、ラーメンね。とりあえず出して、よし、OK。さあ、ボス戦でございます。で、取り巻きが、よし、ここだな。ここでとりあえず、あ、もうちょっと早めに出しとけばよかった、本田さん。まあいいや。はい。よし、あ、攻撃力アップになってるから、もうそろそろ倒れそうですね。あ、強いな。あ、これ、いいな、弁慶。いやー、ほんと久々に使ったな。今年使ったかどうかも危ういぐらいだったけど、まあ今回ね、使えてよかったと思います。てか、早いな、終わんの。ちょ、待って。お前のが終わんの早いな。じゃあ、まだちょっと使っていきましょう。じゃあ、対天使だから、とりあえずそうだね。発掘来い、天使。天使来い。天使。いい。なんでこういう時来ないの。うわー、マジか。じゃあ、絶天罰でやっていきましょうか。はい、これだったらいけるんじゃないのかな。前回クリア時の編成ないんだけど、嘘。弱ったなー。ちょっと、じゃあちょっと、今、急ぎで作りましょうか、せっかくだからね。なんか黒い敵がいたよね。あ、黒い敵じゃねえよ。白い敵がいたから。その辺の処理はいいか。黒いずれちょっと、片付けてもらいましょうか。で、あとは対天使で。これだけでいけるんじゃない?にゃんコンボで。あ、でも上研究力にしようか。せっかくだからね。じゃあ、これでとりあえず、台にして、で、パパのパパ突っ込んで、で、あとはですね、大狂乱のジャラミンところをとりあえず、いつもの、どこだっけ。クニオくんでございます。じゃあ、ちょっとこれでやってみましょうか。さあ、ということで、久々の。天罰。いやー、来てほしい時に来ないんだよな、ハックスに関しては。これ一体何なんだろうな、マジで。てか待って、このステージ久々すぎなんだけど、大丈夫かな?ちょっと待って。あー、早いな、来るの。ちょっと待って、思いのほか早いよ。ちょ、そうか、中井が邪魔だね、これね。まあいいか、とりあえず黒いズ出しといて、ちょっととりあえずスピードアップ一旦オフにして、あ、いいよ。よし、マイコニャンが頑張ってますね。まあこのサイクルに関してはね、一発 KO でそのまま退場してくれるんで、とりあえず、お財布、あ、終わった!一応待って、早いよー。ちょっと
ああ、そうか、もう一体。あ、よかった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 。よかった。もう一体来たわ。あ、安心だわ。ね、これで終わりじゃなかった。よかった。本当に。これで終わりだったらどうしようと思ってよ、マジで。よし。まあ、これが本戦じゃないですか。よし。どうしよう。もう他特にやりたいステージないんだよな。ああ、なるほど。コブ兵も来ましたね。まあでもここまで詰めちゃえば大丈夫じゃないですかね。いいね、いいね。ホンダもめちゃくちゃ妨害してるから、これかなりいいな。いや、いいね。このコンビ、なかなかいいですよ。よし、オッケー、リニアでございます。じゃあもう大丈夫だね。いやどうしようかな。もうまだなんかちょっと使い足りないから、まだなんかちょっと使っていこうか。どうしようかな。次何がいいかな。なかなかこういう時ないよな。1個目って何だったっけ、これ。出撃条件に関しては。レア限定か。じゃあダメだな。悩むな。じゃあさ、普通の天罰をさ、ちょっとさ、これ2種類でやってみようか。まあ、ニャンコンボちょっと入れちゃうんですけど、とりあえず下の段だけでちょっとできるかやってみましょうか。まあ、いけるとは思うんですけど、まあ、とりあえず。行きましょう。さあ、ということで、どんだけ天罰やれねんって話だけどね。まあ、とりあえずやっていきましょうか。で、とりあえず、この BGM ってことはまだ出てこないね。じゃあ、早めに弁慶出しておこうか。よし。で、あとはもうひたすらラーメンの方を量産して様子見ていこうかなと思います。さあ、どうだろうな。ラーメンがうまく守ってくれればなんとかなるかなと思います。もういいねえよ、もう。さあ、あともう少しでボス戦でございます。なかなかいいね、この弁慶の見た目。まあ、第一形態もすごく好きなんですけどもね。でもやっぱこの第二形態このいかつさもなかなかたまらないね。よし、オッケー。一撃は多分お見舞いできたね。で、次でいけるか。あ、まずいかも。ちょっと待て。これは、まだ頑張って。よし、いけた。あ、よかった。危ない。多分次ノックバックしたら多分マジで退場だったからね。いやーよかったよかったよかった。はい、ということで、まあこれぐらいかな。なんかやりたいステージは。はい、ということで。まあまた何かあったら、使おうかなと思います。はい、ということで、今回はですね、まあ、弁慶会ということで、ちょっとなんか無償に使いたくなったので、今回はね、ちょっと使っていきました。まあ、またね、いろんなステージの方で使っていければなと思います。ということで、また次回動画でお会いしましょう。バイバイ。お、ちょっと発掘見ていきましょうか。まず一つ目参りましょう。はい、さあ、カリウドでしょう。天使来い、天使、天使、なんで来ない、なんで来ない、もういつもこれだよ、もう。じゃあ、いや、もう、猫ビタンステージやっていきましょうか。せっかくなんでね、ちょっと遊んでいきましょう。じゃあ、とりあえず、じゃあ、久々に断罪天使やっていきましょうか。前もやった気がするんですけれども。まあ、改めてやっていきましょう。はい。ほんで、編成どうしようかな。弁慶だけじゃ多分きついかな、なんて思うんで、とりあえずそうだね。第一形態やるか。牛若丸。これだけでいけるかちょっとやってみましょう。無理だったら諦めましょう。はい。じゃあ、ちょっと。やりましょう。あれ、これ第一形態でやったことあったっけな。ちょっと覚えてないけれども。まあ、改めてやっていきましょう。まあ、これでクリアできれば、まあ、結果オーライっていう感じでね。じゃあ、どうしようかな。そろそろ出していきましょうかね。まあ、研究力もブーストかかってるんで、だいぶセンサーの方が、ほらしやすい。ほらしやすいけれども、どうだろうなぁ。いやーちょっとね、はぐれたやつがちょっと邪魔なんだよな。そして、この妨害がなかなかだるい。あ、でもだいぶ溜まって、うわ、でもすごい。いいね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 。溜まっていくとこの色合いが、お、早くもスネークニールも、お、いいんじゃない？ボスもノックバック。いやいいぞ。これ、あ、これいけそうじゃないなんか。あ、ほら。あ、全然余裕でございますね。さすが伝説でございますね。あ、余裕だったわ。はい、ということで、いけましたね。よし、もう怖くない。もう何も怖くない。よし、ということで、まあ、またとりあえず、まあ、いつか何かしらのステージの方で、まあ、使っていければなと思いますけどもね。ということで、ちょ、早く終わりにしたいんだから、もう。よし、オッケー。ということで、クリアでございまーす。ということで、また次回動画でお会いしましょう。バイバイ。